は北海道函館市亀田中野町116-2に本部を置く日本の公立大学である。2000年に設置された。大学の略称は未来大ファン。情報系の単価大学。北海道の道南県で唯一の公立大学として開設。爆発的に進展を続ける情報社会のグローバル化に功をしながら、 システム情報科学を基軸にした人材の育成と研究の未来、そして地域の未来を開くことを進路としている。亀田半島の山の手の大地に立地し、亀田川の西側の貸し団球場に位置している。なお、日本の公立大学で初めて大学名にひらがなを用い、日本の国交私立大学で初めて大学名に未来を付した。また、 箱館市の観光情報サイト、箱村のサイト構築を手掛けている。5階吹き抜けのスペース、スタジオが建物の特徴である、本部棟は PEC 広報によるスタジオと呼ばれる、天井高20メートルの大空間を中心に、透明なガラスの間仕切りを多用した計画となっている。設計は山本利県設計工場。約100、120メートルの平面のボックス型5階建て。 2000年春工し、2002年日本建築学会賞作品賞を受賞。2004年には公共建築詳細高賞を受賞。研究棟は西側に隣接する傾斜地に2005年増築。二等辺三角形の格子壁が特徴的なデザインとなっている。設計は本部棟と同じく山本立憲設計工場が担当。ありがとうございます。